んばんはチャンネルをご覧の皆さん、ヤナギです。まさこだよ。はい、今日はですね、12月20日、何の日でしょう。11月。今日は11月20日何の日でしょう。そう、ヨシキさんの誕生日です。イエイ、ヨシキさんおめでとうございます。おめでとうございます。何歳？54ですね。54やね、あの若々しさ。今日はちょっとね、こういうヨシキさんに関するね、グッズとかもあるんでね、ヨシキさんのお話をね、ちょっとしていこうかなと思います。こういうね、グッズとかあるんでね、これあれっすよね、ラストライブの時の。いや、すごいね、美しい。見て、これ懐かしいやろ。 見てください、懐かしくない？これすごいね。いや、これダリアのさ、シングルで2種類当たんねんな、どっちか。黒いカバーでどっちが入ってるかわからへんくて、初回限定でね、どっちかがこう当たるって。俺とこの顔の方は当たったよ。ヨシキさんのお尻はね、当たらなかった。俺、ヨシキさんのお尻じゃなくて、ヨシキさんの顔の方は当たりましたんで。ちょっとここに挟んでたのがちゃんとあった。すごいな、こんなんあんねんよ。お宝やね。お、誰か来ましたよ。おお、来ました。またあるかな。久しぶりだな。来ました来ました。どうぞどうぞ。お、会いたかったぜ。どうぞどうぞ、コエックスさん登場です。イエーイ、会いたかったぜ。今日はちょっとヨシキさんの誕生日ってことなんで、ちょうど今撮影してたところですよ。じゃあ今日はコエックスさんにヨシキさんの誕生日ってことで、フォーエバーラブで歌ってもらいましょうか。おぉ、ヨシキさんの名曲をヨシキさんの誕生日に歌わせていただけるということで、ヨシキさんへ届けと思いを届けということで、この動画届けましょう。ヨシキさん届いて。では、純白な真っ白な気持ちでフォーエバーラブを歌わせていただきます。お願いします。この動画は XJAPAN のファンが集まるバーナンバーワンの提供でお送りします。
はい、小雪さんにフォーエバーラブ歌っていただきました。ありがとうございます。いやありがとうございます。よかったね。よしきさんへの思いを歌わせていただきました。よしきさん、XJAPAN への思いはフォーエバーラブということでこの曲を歌わせていただきました。では最後によしきさん誕生日おめでとうございます。今日の動画は以上です。下のコメント欄にコメントお願いします。 We are バイバイ。チャンネル登録よろしく。